ふふふ、私の野望、三省飯店の2号店で、かつての夏祭り1号店をも超えた、いわゆる超三省飯店で、その次は、今日の次は何ね、おお、まあこうやって店を出すごとに成長してゆけば、本格的に構える時は地球一の料理人になってるって寸法ね。この魔法祭は一般人のお客も来る、魔法使いにとっては貴重なイベント。ここでリ・シャオレンの名前を不動のものにし、先への足がかりとするのことよ。魔法祭まで残り1週間、みんな腹を空かせて待っているのよ。ブシュー、つまらないね。料理機材の抽選に漏れて当日に屋台出せなくなったよ。もともとグリモアは出せる屋台の数が決まってて、持ち込み機材は禁止よ。料理部としては毎度確保されてるのだが、個人で申し込んだから料理部では三省飯店の名前は出せないからな。彼に出るって言ったから、代わりの人材用意してるはずね。寂しくないよ、店をやれるってカリンが信頼してくれたのだから。でも今から出戻りも恥ずかしいよ。当日何しよう。転校生、あなた何か仕事あるか。フーキーの手伝いで見回り。なるほどなるほど、ふふふ、いいこと聞いたね。ちょっと思いついたから行ってくるよ。あ、今日はもう大丈夫のことよ。楽しみにしておくね。ボボン、このワンショーを見るがいいね。私もフーキーの手伝いとしてこの魔法祭で見回りするよ。ふふふ、最近はテロリストだとかなんとかとてもうるさいからな。魔法使いの料理に対する偏見がどんな形で強化されるかわからないね。何事もなければ彼に任せておけば安心なのね。だから私が何事もないようにしっかり取り締まりするのことよ。チッチッチ、ただのいい人じゃなくて頭脳プレーね。彼のおかげで魔法使い料理人が受け入れられるようになれば、私が成長した時にはお店を出しやすくなってるはずよ。だからここで警備を申し出るのは一種の投資ということなのよ。話が分かればバッチリ出発よ。あー、いい匂いね。料理作れて羨ましいのよ。あ、いけないね。今日ばかりは料理に未練を持っていては。ではいけないよ。転校生、これあなたにあげるぜ。すぐに食べて私の前から消し去るぜ。もういいか。さあ、まだ食べてないじゃないか。これでは、これでは、じきゅるとそうよね。今日はただお祭りで屋台の料理を買ってるだけ。研究じゃないから食べても大丈夫ね。よし、食べ。